はい、どうも、ゆっきーです。今日は、こちら、食べていきたいと思います。ペヤングの焼きそばの、塩ガーリック。食欲そそるガーリックの香り。まあ、俺、ガーリックっていうか、ニンニク大好きなんで。ね、コンビニ行ったらね、あったんで。これ、前も食べたような気はするんですけど。食べていこうと思います。このね、裏にね、ついてるの、これ多分ガーリックやね。こういうのもったいないんで、しっかりね、取って。ソース。よいしょ。混ぜて混ぜて。いただきまーす。あ、すげえ。うわ、すげえニンニクの香り。うん。なんか、ニンニクの香りがすごい。で、あれですね。塩。なんか塩焼きそば的なやつ。うん。そんな感じ。ただこれなんかあれだな。なんか、普通の、俺よくニンニク大好きなんで、ニンニク買うんですけど、そのニンニクとはなんか、違う。なんか、香料の、ニンニクの香料を使いました、的ななんか、香りがすごいですよ。なんか、わざとらしいような、香りがするな。ペヤングのね、ホームページに、まあいろいろ載ってますね。ペヤングは本当にいろいろ出すんで。うん。いろいろありますけど。個人的にうわっと思ったのはこの工場見学。工場見学というね、とこのサイトに工場見学のところの、服装、書いてあるんですけど、これね、見せましょうか。これです。これ。これね、俺が昔働いてたね、キノコの、ね、キノコの子の子、元気の子の、北斗。で、働いた時と全く同じですね。全く同じ。もうこういう頭巾かぶって、首まで、頭巾で覆って、で、マスクして、で、手袋もして、って感じですね。うん。全く一緒ですね。で、これで、働くんですけど、で、まず、入る。着替えて、その後に工場に入る前に、コロコロで、粘着シートのコロコロで、コロコロをかけて、するんですけど、あんだけ、ものすごい格好で、まあ、結局髪の毛のあれなんですけど、帽子ね。あれでも普通に髪の毛とか結構いるんですよ。結構あるんですよ。クレームが。髪の毛入ってたっていうクレームがね。んで、まあいろいろ検査とかするじゃないですか。だからその時点で、キノコの上に、髪の毛が乗ってたりとかって。でして、で、まあその部署でこう、分かれるじゃないですか。だからもうその部署で、髪の毛が混入しましたっていうのが、もう、はっきり分かるんですよ。断定できるんですよ。で、その部署の、まあ人間どもは、あれですね、ボーナスがその分減るという。うん。まあボーナスずったって、まあ俺社員じゃなかったんで、全然もらえなかったですけど、まあ1万ぐらいしかもらえなかったですね。ボーナス1万から2万ぐらい。まあでもあれですよね。特に女性とかがよく、髪の毛とかね、長いでしょ。もう俺なんて普通に坊主ですからね。普通に坊主で、もうその頃から坊主だったんだけど、こんぐらいなんですよ。髪の毛の。その長さ。俺いつも3ミリで、3ミリぐらいで、バリカンで刈るんだけど、間違いなく、まあ、俺ではないんですよ。うん。でもまあ結局これ連帯責任みたいな感じで、まあボーナスに響くと。うん。まあ大変ですね。で、なんか、最近ツイッターでバズってたけど、コロコロをやってて、やって、なんだったかな、あれで。まあ、食品会社がさ、コロコロとかさ、やってる風景みたいなの、見せてて、で、それに多分ツイッターの、まあ人間が、え、これコロコロじゃんみたいな。コロコロわらわらみたいな。言ってますけど、コロコロは食品工場ではもう当たり前です。もう常識中の常識ですね。もはや。うん。あれなんだっけ最近、あれか、何寿司だったっけなんとか寿司。回転寿司、ね。回転寿司のどこだっけはま寿司だっけあれどこやくら寿司か。くら寿司の、最近問題になった、ツイッターでなんか、ね、遊んで、なんか、ね、魚だかを、ゴミ箱に捨てて、なんか、ワーキャーワーキャーって、クソみたいなことしてた人間いましたけど。まあ、それですよね。はま寿司だか、なんだか寿司だか忘れたけど。くら寿司だったかな？違ったっけ？何寿司だあれ。俺回転寿司なんてまあいかねえから。まあまあいかねえから全然わかんねえ。まあ、食品会社だったら、間違いなく、コロコロとかは、常識で、さらにすごいところだと、入社するときの、てか入社ってか会社に入るときのところの部屋に、両側から風がブワーって出るやつ。ブワーって出て、ブロワーみたいなね。あれで、髪の毛を一発で、どっかに吹き飛ばすって。そういうのがある会社も結構ありますからね。うん。まあ、うん。髪の毛はな。うん。まあ、よく、あるんですよ。あんだけやってても髪の毛が絶対どっかで、生えてくんだ。だから、まあ、人がやっぱ介入するとどうしてもね、髪の毛っていうのは本当に入ってきちゃうもんなんです。うん、大変ですね。しかもさ、ズキンとさ、マスクさ、してさ、長袖長ズボンでさ、状態でさ、重労働のことさせられるからな。部屋自体はわりかし涼しいんですよ。食品関係だと大体涼しいんだ。冷房がついて。ただ、かなり重労働なことをさせられるんで、マスクがあると、ものすごい暑い。頭巾もね、暑い。やっぱね、一番やべえのは、手袋もするんですけど、手袋して、長袖長ズボンで、で、頭巾かぶって、マスクかぶって、状態だとね、あれで重労働させられると、本当に、マスクがとんでもない熱い。汗だくですよ、もはや。いくら部屋が涼しいからって、長袖長ズボンだからな。夏でも、長袖長ズボンだからな。長袖長ズボンで、さらに手袋もして、マスクもしててなど。しかも男だと当然のごとく重労働させられるんですよ。重いものを運んだりとか、させられるんで、もう余計にすごいきつい。女は楽ですよ。軽いもんしか扱わせねえから。本当にあれは、もう呼吸がね、辛い。マスクがやっぱ一番きついな。ということで、完食。これはカイドウ。おすすめ度数3だな。なんか香料がなんかすごい。明らかにこれ、ニンニクの、あれ、香りじゃない。いや、まあ、香りなんだけど、なんかすっげえ作り物のニンニクみたいな香りするわ。ということでご視聴ありがとうございました。